はい、こんばんは、山中です。今回はですね、ちょっとこう肩をこう動かしてですね、血流を良くすることによってですね、水分の、代謝流れも良くしていこうというためにやるんですけども、まずですね、スタートの状態はですね、両手を肩の上に置いてください。それでですね、ゆっくり呼吸を整えてから、今度は、肘をこう肩、前方の方に出してですね、この時にですね、手首と肘がまっすぐになるようにしてください。でその状態でですね、整えたら、今度は、そのままこう肘を上に上げていきます。でこう上げていってですね、でこの時に、ずっと上げていって、目いっぱい上げてもらって、今度はですね、横に開きます。はい、でこの状態で今度こう下にこうゆっくり下ろして、この状態で力をゆっくりこう抜いて息を吐いてください。はい、でこれでまた再びこう肘を前に出します。でまっすぐにしてから、同じようにこういうふうに上げてですね、こう要はこう回していくんですね。こういうふうに回していく中でですね、肩甲骨や肩、首の血流を良くしてですね、水分の流れを良くしてですね、こう代謝を良くしてみてはいかがでしょうか。はい、皆さんもぜひお試しください。それではお大事にしてください。